奥様は、取扱い注意は、2017年10月4日から12月6日まで、日本テレビ系、水曜ドラマ枠で放送された、テレビドラマである。主演は、綾瀬はるかで、原案、脚本は、金城和則が担当した。2021年に、ドラマ版のその後を描いた、映画版が公開。伊佐山奈美は、亡国に雇われた、特殊工作員という過去を持ち、 島田優子という別の名前を名乗っていた。それゆえか、ボクシングなどの格闘技の経験者とも、互角以上に渡り合うほどの高い身体能力を持ち、日本語の他複数の言語を話せる。スパイとしてのスリルに満ち溢れた毎日を過ごす中で、生まれて間もなく、両親に捨てられたために、家族と一緒に暮らす穏やかな生活に憧れを抱く。やがて、スパイを辞めることを決意し、 ある日の中国での任務の逃走中に、川に飛び込んで自殺したかのように見せかけて、そのまま日本へ帰国し、派遣社員として一流企業の受付場をする。その後、合コンで知り合った伊佐山祐希に一目惚れして結婚し、完成な高級住宅街の光桜町で新婚生活を送る。しかし、新婚生活が半年経過する頃には、平凡な家庭生活に、 物足りなくなってしまう。そんなある日に隣人の主婦、大原ゆりと佐藤京子に誘われて料理教室に通う。この二人から今まで縁のなかった主婦の知恵についてのアドバイスを受けるようになって生まれて初めて女友達として友情を育むようになる。それ以降は共にいろいろなカルチャースクールに通い、主婦力を少しでも向上させようと奮闘している。 複数エピソード登場人物には、演者名横に登場エピソードを追記。ワナミから制裁を受けた人物に直接被害を受けた人物。ワナミから鉄拳制裁を受けた人物。2019年10月16日に、ドラマのその後を描いた劇場版映画の制作が発表された。ポルトガルでロケが行われ、新キャストも加わる。当初は2020年6月5日に、 公開予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、延期となり、2021年3月19日に公開された。劇場版奥様は、取扱い注意に関するカテゴリー、ありがとうございます。